本日は塾上のね晩ご飯だけ作るの。ほら退院後のご飯、まあ、ある程度まだ食べるものにも規制があってさ、繊維質が多いがダメなんだって。あまりこう調査の漏れがで、だから玄米とかも食べれないね。できるだけこう調査あんまり滞らないような。あーね、何を作ろうかなと。まずね、味噌汁ね。味噌汁これだしパック入れて、前さなんだかさ味噌汁おいしくねえだろみたいな、ケチってだしパック一つだけにしてたらおいしくなかったです。だから今日2つね。まず味噌汁の具ね、まずね、ある野菜全部なんか入れようね。大根、大根の味噌汁はさ、何でも野菜スープ的にしちゃえばいいんだよ。昨日の夜はさ、青森も寒くて、夜中さ氷点下だったね。雪はないけど寒い。味噌汁ね、これ大根ね、大根切ってで玉ねぎも入れますね。玉ねぎね、しめじやった、しめじ。そう、これはいつ飲んだ、おととい、昨日の、宴会料理の残ったやつだな。珍しいな、キノコ、キノコ入れたいな。あのね、これなんか豚肉の味噌漬け、これはあったのでね、これをキャベツと玉ねぎで炒めますね。今日の塾上のご飯は、の豚肉と味噌汁と、今年は担当らしいんですが、旦那さんのコンズ君の気象台のお話だと担当という温かいらしいんですが、そうなればいいんだけど、いつも担当担当とは言いながら最終的に降雪量は毎年一緒だないね。キャベツね、キャベツと玉ねぎ、玉ねぎはいっぱい食べましょうね。わかめもあるのでね、味噌汁はわかめも入れましょうね。わかめ、水が戻して、長芋ね、長芋は真ん中あってね、真ん中こうやって、卵の黄身を入れて、白身はね後で味噌汁に溶かしましょうでね。これはね、この上にね、このね、黒つゆね、これね、これをこうかけて、
ょっとでいいね、声今日はね、ブロッコリースプラウトありましたね。これとブロッコリースプラウトはなんか3日に1回食べればいいそうですね。なんかね、ただね、トマトね、シーチキン、うん、シーチキン美味しい。これね、なんか、うん、高いドレッシング買ってきたの。ヒューガナッツドレッシングだぞ。ね、こんなもんだけどね。濃厚だんだこれ。だからこれ玉ねぎとかいっぱい入ってんだよこれ。ね。あれ、大輔、入ってくればダメだよ。だよ。ブラックコショウ。ね。でこれ、これね、トマト、あのブロッコリースプラウト、トマトね。お、味噌汁ができてきましたね。豆腐も入れましょう。豆腐。豆腐も入れまして、で、わかめも入れまして、だね、味噌っこい入れていきますね。あー、もういいですね、このだしのね、だしのかまりっこが素晴らしいね。あまりしょっぱいくさいね。これ美味しいばいいな。あ、いいとこだ。これも最近さ、自分で言うのもなんですが、味噌汁上手になってきました。だしこ取れたの。いつも入れたままにしてしまう。よし、味噌汁一丁上がり。あ、これだ。これ卵。卵こうちょっとね。卵をぷよーっとこう入れるべきな。次。メインイベント。私いつもこういうのはね、野菜と肉は別々に炒めますね。ね。しね、しは味噌。これ味噌だけかな。水飴、砂糖。ああ、よかった。ニンニク入ってない。こういうのよくさ。ニンニク入ってないな。そうすれば私は食べれないね。あれ、落ち込んだこれ。ここ大きい肉だこれね。太いだな、これ日本酒っこ入れたいな。日本酒っこ、日本酒っこ入れて、赤2個、はい、野菜、野菜は OK ね。今どれこれ、どやんつこ食べな。あー、これいい。さあ、これにこの野菜を入れてしまいましょうね。これあれみたいだ、ホイコーローだが。 OK です、できました。これはいいですよ。これい
いや、美味しそうだ、これ。もう、熟女をね、卵をね、卵のとこね、入れて。素晴らしいね。味噌汁、これ。これ。これ、熟女の晩ご飯。ね。これね。これ、豚肉の味噌漬け。これ、ちょっと画面暗いな。これはブロッコリー、トマト、シーチキン、長芋、味噌汁、白いご飯ね。まずこれ今日食べてもらおうな。そういうことでした。熟女の晩ご飯ね、まかないでした。